皆さんこんにちは。私の名前は藤森亜美。フランス映画アメリの主人公アメリクーラーはフランスのパリに住んでますが、私杉森アメリは沖縄県の北谷町に住んでます。沖縄といえば車社会、自動車免許が必須ですが、皆さん車の免許は持ってますか？持ってる？すごい。私はもちろん持ってません。人間には向き不向きがあって、向いてること向いてないこと、向いてること向いてないこと。私は運転に向いてません。あれはある夏の暑い日のこと、私はカーブの練習をしていました。私は驚き、どうして止めるの？と聞くと、教官は死ぬさーと叫びました。本免許の前に仮免許、その前に見極めテストというテストが合格しなければいけないんですけど、私がその見極めテスト何回で合格したか分かりますか？1回、まだまだ13回目で見極めテストを合格したものの、期限切れ、そのようなものとなりました。輝く自動車免許。それではお聞きください。杉森アメリ、素敵でしょ。Lovely, lovely, 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 lovely